はい、どうも、こちらです。今回はね、コロシアムの、カオスのね、ワールドの1回戦から4回戦までのね、無課金攻略を、後付け実況でね、解説していきたいと思います。で、最初がね、ワールド1回戦でございます。はい、1回戦は、ミホーク斬撃波で来ております。で、まあ、無課金編成なので、まあ、正直、まあ、皆さん育ってるキャラでいいと思います。育ってて、まあ、互換キャラ、例えば、四季とか触ってないなら、まあ、修行ゾロでもいいし、修行ゾロガチャ券で持ってないんだったら、そうだな、斬撃タイプの強化のキャラでもいいし、正直誰でもいいっちゃいいと思います。もちろん、こっちのアーロンじゃなくてもいいしね。向こうの、こそ15の方のアロンでもいいし、その辺はもう正直何でもいいです。で、この辺はもう正直余裕ですもん。余裕で火力は足りるんで、で、問題がこれなんだよね。で、これ飛ばされるんで、でね、ここね、どこ飛ばされるかっていうのが分かんないんだよね。なんか某攻略サイトとかだとね、なんかその最後に倒したところの隣接とか書いてあるけど、どうなんだろう。だから、まあ、アーロンで倒せばいいのかな。まあ、アーロンでも、まあ、正直、四季でもどっちでもいいのかな。まあ、力属性のキャラを、まあ、一番下にして、で、力属性で最後叩けば、まあ、上のミホーク2人は、まあ、無事っていう感じかな。はい、2回戦は、こちらの、野心派だね。発動力こんな感じ。まあ、解放ね。野心プラス、サボって感じで、こいつはね、攻撃力が高いので、まあ、経験が必要で、さらにこの、3体以内はもう攻撃がほとんど効かないんで、まあ、軽減するなり耐えるなりしなきゃいけない感じの敵だね。で、フジトラも使って大丈夫です。で、50%来ても確か何もしないんで、確か ちょっと分かんないから、ちょっと不安だったら一応みんな調べてください。で、お邪魔は一応、取っときます。好きで変換できるんで一応取っておいて、50%ずつどんどんできるんで、多分もうこれ半分消えてるけど何もしないね。大丈夫そうだね。で、お邪魔スロットいっぱい出してくれたんでありがたいって感じだね。で、もう 20% 削ったところで、ここで攻めるんだよ、確か。ここで攻めます。でね、これ間違ってね、俺エネル使っちゃってね、先にね。使わなくてよかったね。士気がそもそも 1.75 倍にしてくれるんで、そっちの方が良かったね。ミスった、マジで。これだと即属性のエネルギーしかアップしないんで、多分ね、野心こっち上げた方が、こっち先に使った方が多分全体火力としては上で、ミスってるから、まあ、どっちみち勝てるんだけどね。正直余裕で勝てるんで大丈夫です。ゼロナも使ってないしね、実際。なので、まあ、そんなに心配しなくても大丈夫かな、これの攻略に関しては。まあ、サボも一応使ってるんで、まあ、上乗せダメージもあるし。はい、こんな感じですか。まあ、通常攻撃ほとんど加えてないんでね。作業ゲーです。フジトラ使って円圧かけるっていうだけの動画ですね。はい、2回戦はこんな感じですね。はい、続いて3回戦でございます。はい、3回戦、キングドゥーは、またも、野心派でやってます。フジトラがね、優秀すぎてね、正直余裕、フジトラいれば。まあ、野心派プラス、サボと、ウソップって感じだね。まあ、無課金にこだわらないのであれば、全然ガチャゲン使っちゃって大丈夫です。例えば、特攻ソップ使うでもいいし、正直、いくらでもやりようがあります、このパーティーの場合は。
野心強いやつ結構多いからね。むしろスモーカーのところも変えてもいいしね。地属性誰かいたっけ、野心。まあ、フジトラがいれば話は早いんだけど。で、目つぶしはしてくるんだけど、もう関係ないです。ただただフジトラ頼みという。強すぎだろ、フジトラは。スモーカーもなかなか使えるしね。もう一回分、フジトラがあるんで、だけどここで使いますね。ここでウソボも使います。サボも使っちゃうんだね。全然覚えてない。あれ俺やったっけ、仕掛けちゃったっけ。もう一旦ぐらい待って、昨日いないか。もう一旦待ってダメなの、ね、覚えてない。全然覚えてない。20杯減らす。で、スモーカー、はい、スモーカーは、1.75 倍なんでね、スロテイクね、まあ、だいぶありがたい火力が出ますね。だいぶ削れるのこれだけで余裕だね。こうなるとドラミンゴで好き残ってるからね、余裕でしょ。で、ドラミンゴで、肉が、フジトラの戦場効果で得意スロットになってくれるんで、まあ、だいぶありがたいんですよ。野心タイプのみ肉スロットで、突き使って変換するんですね。まあ、正直今回なんかそんなに難易度高くないっぽいんでね。まあ、そんなに困ってるじゃないから無課金でわざわざこだわらなくてもいいかなと思ったんですけど、まあ一応ね、うん、一応無課金でもあの真似しろって言ってるわけじゃなくて、あのガチャ券でね、誰か去ってるからでキャラでね誤解してもらえれば十分なんで、まあ参考までにこんなパーティーでもクリアできましたよっていう報告ですね。はい、続きまして4回戦やっていきたいと思います。はい、4回戦が、こちらのパーティー、4回戦に関しても難しくはないような感じだね。まあセミホッパーでいけちゃうぐらいなんでね。まあ、ただ封じられる場所がちょっと問題があって、下段のどっちかなんだよね。だからね、伊蔵がいれば伊蔵でいいし、そう、まあ今回あの鬼雲を使ってますけど、鬼雲の場合は心地スロットになるんで、もう一旦待つしかないんだよね。なのでそうだね、まあ直近で言うと、あれか、オーズとかでもいいね。うん、使うそうと得そうと言ってるんで、オーズとか、まあその辺誰でもいい、正直オーズでも伊蔵でもいいし、まあキラーでもいいし、うん、別に変換できれば誰でもいいですね、ここは。うん、どうせ一旦キルできちゃうんで簡単に。うん、であとは射撃のところもね、全然キャラ変えちゃって大丈夫です。サガとか、あとはコウザ、修行ゾーン、いくらでもいるんで、もう適当に自分の持ってる育ってるキャラでね変えちゃってガンガン攻略してみてください。ということでね、以上、コリシャムのね、1回戦から4回戦までの、ワールドの方の無課金攻略でございました。ご視聴ありがとうございます。はい、あとね、俺、3つね、チャンネル持ってるので、エンタメチャンネル、フットボールチャンネル、2つ持ってるので、これ以外にね。なので、まあ、まだまだね、登録しない方、いつでもご登録してください。待ってます。ということで、以上、お知らせでございました。